翌日。さあ続きやっていきましょう。ポケモンレジェンズアルセウス、パート8ですね。さてまた新しい朝がやってきました。お、誰？君は？ん？おはようございます、空からの来訪者様。え、君は？銀河団のボス電木様が部屋に来るようにとのことでした。銀河団の人？いやでも真珠団じゃない？服は。名乗れ。さあやってきました。さっきの人誰？電木さん。で関さんがいる。富士天眼の山麓にいる洞窟キングマルマインを沈めよ。前置きなしかい。もういよいよこきつけ始めたよこいつ。マルマインは体内に溜め込んだ電気を放出する性質のポケモンでな。うん、まあ電気タイプですね。荒ぶってからは電気の放出がとんでもねえ大爆発になっちまってよ。ほう、まあ、爆発するポケモンだもんな。マルマインのキングマまで安全なルートで行くために真珠団にも力を貸してもらうのだ。はあ、はあ、すでに海にも話は。ん？修造。お許しください。どうした修造？ん？何人たりとも僕は止められないよ。誰？また新キャラだ。え、誰？混合団か。いやいやいや、銀河団のボス電木さん。何、タレメちゃん。僕への招待状をお忘れかと思い、わざわざ長谷さんじたぜ。また癖が強そうな。椿、わきまえろ。今大事な話をしているのだ。椿さん。だからこそだ、兄貴。弟？マルマインのキャプテンである椿を差し置いて話はできないよね。まあ兄貴って言ってるけど、別にそういう兄弟関係ではないのか。いや、話は終わったぜ。富士に洞窟キングマルマインを進めてもらう。ああ、椿さんが不甲斐ないからかい。兄貴どうしたんだよ。僕を、いや混合団をないがしろにして。だいたいそんな弱そうなやつ。弱そうなやつだってこの野郎。勝負するかこの野郎。マルマインを沈められたでも勝ちん。こいつは舐めてやろうぜ。旦那、不届き者の乱入心よりお詫びする。申し訳ない。もう関さんが謝ることじゃない。まあでも自分団の人だからか。いやいや、お気になさらずに。椿殿ほどの実力者、鍛えた警備隊でも止められぬ。ただ。ただ？警備隊にはさらにみっちり稽古をつけてやらねばなりませんな。わあ、椿さんのせいで。椿、おめえのせいで警備隊の方が泣くことになったぜ。電木の旦那、相撲技で岩をも投げ飛ばすんだからな。まあまあ、では改めて、富士、マルマインを沈めよう。椿殿も何かあればご助力をお願いいたしますぞ。藤子、お前それでいいのか。舐められてんぞ椿に。ではいでたて。いでたて。危ない山登り。もう絶対危ないじゃん、もう書いてるもん。わあ、そうですか。次は天眼の山麓。椿、銀河団は、いや藤はすげえのよ。それをおめえにも分からせてやる。おお、関さんが言ってくれてるわ。バトルするか。お、関と戦って実力を示そう。え、関さんと？俺、いや、椿さんと戦いたいんだけどな。で、さて続いてのポーチの拡張2500円。高えけど1個ぐらいやっとくか、お金があるうちに。うん。で、このあとは3000円とかになってくんのかな。修造さん、ちなみに次はおいくら？3000円ね。一旦パス。他のことでお金使うかもしれないし。うん。さて、まあ、メイン任務に行くのもいいんだけど、サブ任務もねどんどんやっていきたいなと思ってるんだよ。なんかある？はい、依頼メモ。蜜の味。何それ？蜜ハニーの蜜について発見があるそうです。畑作隊の湯之助さんから詳しい話を聞いて調査お願いします。わかった。じゃあそれ後で行ってみようか。いるわ。あー、リーフィアだっけ。こいつかわいいよな、好きだわ。佐々木さんな、富士、俺と手合わせしてくれ。おお、混合団の長が。いいよ、見せてやろう俺の力を。見とけや椿。椿、見ておけよ。そうな、舐めてっからこいつ。見ろ。ナイトプイってやつ。あー、かわいい。で、もっこちゃんか。ちょっと待って、相性表出そうっと。見ます。勝負。同じ、あ、待って、イービーもいるじゃん。
36レベルからいい勝負だな。でお互いに草タイプで2対1ですか。待て待て、俺は変えよっか。なんか早速さ、ねえ、あのプラスボタンで見れるんだっけ。プラスボタンで攻めの力が強まり攻撃と特攻が上がってる。あ、パワーアップとガードアップがついてるんだ。3ターンか。なるほど。あ、かわいい、イブイちゃんかわいいね。君は何レベルなの。待って、18レベルか。やっぱりかわいそうに。あれか、カイさんも関さんもイーブイ使うんだな。さて、モッコちゃんちょっと、変わろっかな。神偶然でいいよね。うん、炎の牙、氷の牙が効果抜群。そうね、神偶然行ってこよっか。36レベル。まあ大丈夫でしょう。うん、行っといで。さて、次はオタクのターンか。電光石火、あーかわいい、攻撃ですこと。今なんかした。さあリーティア来るのか。力技、いや大丈夫でしょ。リーフブレード、まあ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 、大丈夫だね。なんでだよ。強っ。あ、そっか、攻撃力アップがついてるからだ。え、強いな。ツバメ返しが効果抜群なのね。あ、そっか、飛行タイプだもんな。お願い純真ちゃん、でけー。よし、じゃあ天候せか、可愛い攻撃してもらってからのツバメ返し、もう力技でもう潰しちゃおうか。潰せー、いけ、ツバメ返し。どうだ、うわ、落としきれない。あ、そっか、ガードアップついてからだ。リーフブレード今一つ、 OK、 大丈夫だよ、大丈夫だよ。で純真7、まだ純真のターン。早技にしたら、いや、ガードアップついてるからやっぱり力技の方がいいよね。力技、まずそのリーフィアを落とすぞ。うん、 OK、 ナイス。そしてイーブイちゃん、君に罪はないけども、うん、オタクのブリーダーを恨んでくれ。まだ早技だって。なんか頑張ってる、頑張ってるこの子。まだ来る、早技だからか。うわ、マジか、やるじゃん。 OK、 分かった、こちらが本気ならばこちらも本気出そう。の効果抜群なしってなると、もっこちゃん行こっか。やっぱり最後は君で決めよう。18レベル、まあ楽勝といったところでしょうか。まあマジカルリーフの力技で一発で沈むかな。行ってみようか、ゴー。どうしたするな、かわいい対かわいい、かわいい対決、勝者こちらもかわいい。やりましたね。よし、決着。さあ関さん言ってやって、富士の強さしたならもうバカにするのよすんだぜ。ふん、何なんこいつ、何なん。新時代の記録者は訓練場でお待ちだったよな。あばよ富士、今回も頼んだぜ。まあオッケーオッケー、おらえ椿、お前はみっちり説教だ。もう言ってやって、勘弁してくれよ兄貴。本当に弟なのかな。あれ、島坊ちゃん、富士、はい、任務について打ち合わせをする、調査体質に来てくれ。わかりました。あ、ていうかさ、ランクが足りねえんじゃね。今三つ星だもんね。もう一個段、あの段位ランク上げないといけないのか。はい、天眼の36、時空の裂け目に近い場所のためどのような危険があるか想像できない。うん、次なるエリアに向かうのであれば段位ランクは4つ星以上。やっぱりそっか、足りねえわ。ポケモンを進化させるなり、道具で疲れさせ動きを鈍らせるなど、図鑑タスクをこなして段位ランクを上げてみろと。うん、依頼メモも見ろと。そうね、だからメイン任務に行く前にちょっとサブ任務ね、やってないものをちょっとやっていこっかな。で、そうそうだ、あのさ、この人の、依頼でグレンの湿地で妹が行方不明になったと。それを見つけに行ってあげよっか。じゃあグレンの湿地に行きましょう。あとこの人ね、ちょっと話しかけてみてというねコメントがあったんで話してみよう。すぐる、お、あんたか、調査は順調かい。僕たちは、仲良くやってるよ。うん、まだ進化しないの。あれ、アゲちゃんの様子がマジで進化する、このタイミングで。さあ、アゲハントではなくカラサリスだ。アゲハントになるのはもう少し頑張るぞアゲちゃん。まゆまゆ、カラーサリスの進化系がアゲハントだったっけ。あー、なんか嫌な予感もするけど、まあわからんな。そうだ、なんかね、この街でねポケモン出すと
オタバ群れができると、もっこちゃん話せる？あ、かわいい。みんな出せる、みんな。神偶星、あ、いいんじゃない。そして、じゅんしんちゃん。そして、ぼんやりしちゃって、愛しいですこと。で、資料の館。はい、出ました。あー、すごい。ポケモンたちは交流してる。え、かわいい。ピカチュウ、愛しみーなー。まあ、愛しいな。資料、結構でかいな、資料って。あ、すごい、食われそう。あのぼんやりがね、もうこんなキリッとしてね。あ、いい、かっこいい。で、結構ね、やっぱり、ね、純真ちゃんにさ、やっぱり助かってるよね、結構。あ、かわいい。え、みんなかわいいな。ちょっと自由行動してていいよ。どうしようか。技覚えもね、あ、待て待て。ちょっとね、連れてくポケモンをね、一回ちょっと厳選しよっか。あ、かわいい。え、座ってんですけど。え、座ってる。え、かわいい。え、もっこちゃんは？あ、寝てんの？キャワワ、あ、寝てる。寝ながら飛んでるよ。そしてシリオとカミグセとイトショミがなんか、話してんな。みんな仲いいのかな。いいな、素敵だわ。じゃあ、みんな帰ってくる？あ、いい子。どうしよっか。どの子を連れて行こうか。あ、ゴルダックは普通に2匹捕まえてるんだな。で、なんかね、逃がすこともね、まとめてできるらしいんだよ。だからまあ、ボックスがいっぱいになったら逃がしていってもいいのかなと。さて、どうしよっか。どの子を連れて行くか。もっこちゃん、神偶星、純真は、連れて行こうかと思ってるんですよ。水タイプ、電気タイプ、酵素タイプ。ぼんやり変えてもいいのかな。ギャラドスね。34レベル。攻撃163。特攻が74。ぼんやりは？あー、やっぱり、ギャラドス強いな。ギャラドス捨ててくか。助かりそう。ちょっとぼんやり一旦チェンジ。炎タイプのブーバーね。いいなーって思うんだけど、ロコンちゃんがね、個人的にはね、強くして、キューコンにしたいなって気持ちもあるんだよ。わー、かわいいよなー、ロコンちゃん。ちょっと、連れててもいいか？愛しみ変わろっか。かわいい枠。って感じかな。チョゲプリーはまあ、ここに置いといて。シャワーズもいいんだけど、水タイプ被ってるからなしで。で、やっぱり資料を強くしたいんだよな、俺。オッケー。じゃあこれで。で、ギャラドス、ちょっと名前変えよう。まあ、女の子だからドスエにしとくか。ドスエ。あと、村の人のサブにもちょっと聞いとくか。君は？尾びれが2枚のポケモンみたいだ。ウタさん、ポケモンに詳しいんだってね。尾びれが2枚あるポケモン知ってる？ 2 枚の尾びれを左右に揺らし、ひらひらと泳ぐポケモン。ん？ドイツだ。一目見て虜になった。今度は近くでじっくり見たい。尾びれを2枚持つポケモン。何のことだ。まあ分かったら見せようか。そして君は？やあ君、射的に興味ない。射的はボールを投げて風船を割る簡単楽しい遊びなんだ。点数ごとに景品も用意していてね。君が1万点以上出したら特別な景品つけちゃうよ。野外訓練場にいるから射的がしたかったら声かけてくれ。あ、何？ミニゲームやろっか。野外訓練場はここですね。始まりの浜の隣だ。このおじさんかな。オッケー、やってみよっか。まとめて割って腕を磨け、目指せ射的名人。君が1万点以上出したら景品が出ると。よし、やってみよう。単純にこれはボールを投げてくんじゃない？風船に。どれ？うわ、いっぱいあんな。ビビるほどいっぱいあんな。じゃあ行きます。はい。ちょっと楽しいかもしれない。ちょっと楽しいかもしれない。これ自由に動いていいのね。これ何点？高いの？プラス200って今出てたな。あ、なるほど。あの色がついたやつはでかいんだ。オッケー、分かった。で、うわ、めっちゃある。めっちゃある。で、こうやって一気に2枚抜き3枚抜きとかしたらいい感じなんだな。オッケー、分かった。こうだ。いいね。はい。はい。あと何秒？結構近いんだ。37秒。あ、いけるんじゃない？ 1 万点？あ、1万点も超えてない？あ、超えてるわ。なんだよ。余裕じゃねえか。おー、いいね、気持ちいい。残り6秒。これだ。おー、いいね。
意外とね当たりづらいんだよな。 OK、 なんぼ52,000。いいんじゃない。今回は52,300点。すごいじゃないか、記録更新だ、おめでとう。さて何がもらえるんだい。今回の得点ならこの景品を進呈しよう。スーパーボールだ、3個少なー。あ、さらに1万超えのボーナス景品、それは金の玉。おじさんの、あらやだ。より良い得点を取ったものにはより良い景品を用意している。あー、なるほどね。これ何回もやったら景品いろいろもらえるんだ。さてこの人はお掃除、お掃除、うん、調査隊さん、いいところに。薬の材料、どんな。めまいがするほど苦い三つ葉の植物。三つ葉の植物なんだろう。詳しいことは医療隊の民さんから聞いてね。苦い葉っぱを探して。民さんってどこ。銀河団本部の下って全然行ってないよね。この人か、ヒサさん。この人じゃないか。懐かしくも独特の香り、故郷のハーブは翡翠にもあるかしら。ん、青い鶴状のハーブあったっけ。ポケモンにくっついてる。そうなの、青い鶴状のハーブにつけたポケモン捕まえたら私に見せてね。わかんねえな。で違う、医療隊はどこにいるんだ。なんだこ。お邪魔します。え、初めて来ました。ん、なんか授業違うかな。君はタオファ。森キングを沈めた調査隊員か、大祭の使いで来たのか。大祭って誰だったっけ。話を聞くまでもない。あいつの店に卸す商品なんぞない。さあ帰った帰った。ただでさえ生き生きな方が手に入らなくて頭に来てるというのに。生き生きな方、俺持ってたっけ。今持ってないか。持ってないね。じゃあ持ってきたらなんか話が済むのか。君は俊平、ポケモンを捕まえるなら道具も使ってみると。寄せ玉とか聞くじゃろ。寄せ玉って使ったことないんじゃないのかな。あ、なるほど、ここで道具を作ってるんだ。なるほどね。あ、こっちか、1階のここ。あ、医療隊っぽいね、ここ。お、君はヒネさん、あなたはクメさん、あれトヨさん、違うな、シナトさん、あれどこにいんだ。あれ、ここか。入る。なんかね、任務のやつをガイドをつけたんだよ。したらあなたがタオさん、タミさん、あれタミさんだったっけ。あ、これだわ。なんだい、あんたシノから材料集め頼まれたんかい。三つ葉のあの子だね。シノは知らないけど、実はグレンの湿地にいるポケモンなのさ。シノには刺激が強いからね、わしのとこに連れてきなさい。ああ、そうなの。これがその苦い葉っぱを探してっていう任務ですね。グレンの湿地にいる三つ葉のポケモン。三つ葉のポケモンってなんだ。シマさん、そんなリラックスしちゃって。ちなみにさ、また話しかけたらもう一回進化とかはしない。また時間経ってからかな。でここだ、フレンドリーポイントで交換できるお店、サモンさん。うん、交換やね。さあ、どんなあるんだ。ポケモン、ポケモン交換。あ、ポケモンの交換が声できるんだ。違う、道具引き換え。お、今フレンドリーポイントが271層。あー、なるほど、まだまだ足りないな。つながりの紐、何かしらのつながりを感じさせる不思議なエネルギーを秘めている紐。あるポケモンたちが混んでいる。このケーブル大丈夫。なんかこの時代と合ってないけど。怪しいパッチ、中に怪しい情報が詰まった透明な機械、あるポケモンが混んでいる。ドイツだよ。なるほど。で技だ、ちょっと技を整理しよう。ロコンちゃんの名前も変えないとな。ロコンちゃんは進化したら9個になるんだよね。キュービーになるんだよ。キュービーってことは、キュービーのキツネ、ダッキーなんだよ。方針演技のダッキーがキュービーの狐なんだよな。いや、ダッキーの一人称がわらわなんだよね。わらわちゃん、わらわちゃん、ちょっといいんじゃない。柔らかい感じがするし。うん、わらわちゃんで。マジカルフレーム、なんか素敵な名前。特攻か。あ、ロコンちゃん、でもわらわちゃんは特
光の方が強いからありかもしんないね。マジカルフレーム2000円、現地しよっか。マジカルフレーム、せいや。あ、シャドーボールあるじゃん。資料にシャドーボールは結構いいんじゃない？そうね、これ伝授、これは使えるよ。よし、そんな感じかな。で、ひなちゃんの任務があるぞ。やるか。これで新しいヘアスタイル、これというのが思いつかないんだよな。もうスランプか。あ、いいところに。助けてほしいんだ、新しい髪型を開発したくてさ。しかもポケモン参考にしたいの。今思い描いてるのはムーマ。ムーマ持ってねえな。わかった、ムーマか。どこにいるんだ。あとやりたかったことは生き生きな方、これ確か3つ欲しいんじゃなかったっけ。ちょっと私に行こうか。この人だったかな、タオファさん。この人に生き生きな方3つ、どうぞ。これをあげるとどうなるんだ。はい、3個渡した。グレンの知っといえば生き生きな方、一面に広がる紺色の景色はどこか懐かしく九州の根に駆られる。生き生きな方は保管材料と調合した方がポケモンがよう集まる。飯のいい匂いが立つんじゃろうな。お前さんの顔に応じて大祭の店に新商品を下ろそう。あ、やったぜ。この人だったかな、大祭。 OK、 ここだ。下ろしてくれるって。はい、新商品入った。迷惑かけたね、タオファさんとは。いろいろあってさ。何があったんだよ。何はともあれどれもいい品だ、ぜひ買っていってくれ。何が新商品。うん、お客さんいいとこに来た。タオファさんがまた新商品おろしくないんだ。え、おろしたばっかじゃん。僕から何言っても効果なくてさ、また君に仲介してもらいたい。あ、次のやつ、次の任務に入った。何、バリバリも3つほど手土産にすれば大丈夫、頼まれてよ。あー、なるほど。じゃあ持ってるよな、じゃあ私に行くか。さあ持ってきましたよ。おー、峠クイーンの人たち、こっちだか何のようだ。峠クイーンの後の話ぐらいなんだこれ。じゃあ何、大祭の古城が一度ならず二度までも客を閉じ故障するの自分の勝手やつでね。お前ちゃって何のだ、何でさえバリバリモンが手に入らなくて頭に来てるというのに。持ってるぜ、これこれ。お主バリバリモンを持っているのか。三つでいいから分けてくれるかな。どうぞ。うん、これやるのいいけどさ、また次の任務来るんじゃねえかな。これドレディアンの後の話だもんな、きっと。群青の海岸といえばバリバリもよく浜に打ち上がっとる海藻でな、ポケモン追い払う道具バリバリ玉の材料で有名じゃ。お前さんの顔に面して大佐に新商品おろしておこう。もう全部頼むわ。なんだこのお使い。はい、新商品おろしてくれるって。もう一回でも全部言ってくんない、何が必要か。はい、製造体から新しい品入った。さて、迷惑かけてるし、そろそろ和解したいんだけど、何があったんだよ。何の喧嘩。何はともあれいい品が入った、ぜひ買っていってくれ。オッケー、もうやめろよ、もう来るなよ。あ、まだあるわ、タオファさん目全然和解しねえじゃんお前ら何よ次は。何のこと、何のこと。とぼけちゃって新商品のことだよ。タオファさんがまたおろさんっていや言ってない、言ってない、お前ら話ないべや、見てたぞ。毎度どうして僕では断られるか不思議に思うだろう。まあそれなりの理由があってね。何やらかした、ゴリゴリミネラルは知らん。これはできないね。オッケー、じゃあ一旦置いときまして、さあ商品何が入ったの。稲穂寄せ玉と寄せ玉の音、香ばしさが増す兵糧丸。なんだこれ、陸上のポケモンなどを強く引き寄せる。あ、何これ。今までさ、なんか果実を投げてそれをおとりにして背面取りとかしたけど、さらにいいのかな、もしかして。なるほど、ひそやかスプレーね。なんかあってもいいような気がするよな。目隠し玉とかあるし、バリバリ玉は別にいいか。キノコ寄せ玉、三つ寄せ玉、稲穂寄せ玉、これ買っとこうかな。どうしよう、三つぐらい、1200円が高いな。まあいいか、3つ、使ってみよう。さてお買い物も終わりまして、さ、頑張りの砂、頑張りの砂利、石、これでパラメータの底上げできるんでね、使ってみようかなと思うんすよ。
モッコちゃんの防御力を俺もっと増やしたい。モッコちゃんがね、ワンパンで倒れるのも見てらんないんだよ。防御はガンバレベルが2か。うん。上げる。あ、で3からは砂利になるんだ。特防も上げるか。特防上げる。うん。上げる。これは無理ね。攻撃も上げる。砂利はいっぱいあるし、あ、砂か。砂あるから、ちょっと使っとくか。うん。そうね。モッコちゃんに全投入。さあ、HP も。よし、いいぞいいぞ。おお、伸びてく。モッコちゃんのパラメータがどんどん伸びてく。いいぞいいぞ。そして、砂利1個か。モッコちゃんだな。モッコちゃんしかいねえよ。どうしよう。特攻、特防、どっちが足りねえんだ？特防の方が低いのか。なるほどね。じゃあ、特防上げてあげようか。はい。モッコちゃんの特防をレベル4にすると。で、使い切ってて、石も使うぞ。石は、あ、使えないか。じゃあ次は砂利がいっぱいいるんだ。なんか砂がいっぱいあったら砂利に変えれるんだっけ。まあ、とりあえずこんなもんでいいか。まあ、こうやってアイテムの力でパラメータ上げるのもいいんだけど、やっぱり進化させようかなと思ってんですよ。もう、モッコちゃんがね、ワンパンで倒れる姿も見たくねえんだよ。で、進化させようともう決めてるんだけど、まあ、進化させるタイミングは俺に任せてほしい。いいタイミングでやるから。で、モッコちゃんとの、この姿で、思い出を作ろう。写真を撮りに行こうか。ケンゾ、頼むわ。そう、コメントであったんだよ。モッコちゃんの進化は、写真を撮って、思い出を作ってからいかがですかって、採用。そうしよう。うん。で、なんか言ってんな。ポケモンが怖いのか一緒に撮影する魅力がみんなに伝わっていない。ほう。でも写真に偶然映り込んだポケモンを見てピンときたんだ。これサブ任務か。あれ？ここはバサギリのとこだ。まさにモコモコ、すごくモコ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 と愛くるしいだろう。このポケモン写真見たらみんな一緒に撮りたくなる。写真のポケモンをきちんと撮影したい。もし連れていたら見せてほしい。あ、見せよっか。うん。牧場にいるよね。いた。ミミロルだ。そうさ、この子を見せると合ってるよね。実物は写真である、写真で見る以上にモコモコとして愛らしい。まさにこのポケモンだ。早速撮影するよ。どうだった？君とポケモンのおかげでいい写真が撮れたよ。これならみんなもポケモンを怖がらず写真に興味を示してくれるよ。いい傾向ですね。ポケモンがどんどん、お、写真屋の設備が増えるって、マジか。ポケモンと人間の絆が深まってきますね。さて、玄蔵さん、写真撮ってくれねえか。思い出だ。ん？スクリーンの変更とかいろいろあるのか。スクリーンの変更、何がいいかな。オレンジ色結構綺麗かもな。黄色は？黄色かオレンジ。どっちかにしよう。いや、オレンジかな。レンズが増えてる。これか。白黒はもったいないよな、せっかくオレンジにしたのに。いや、待て待て。いや、普通のレンズにしよう、今回は。そしてポケモンの準備。モッコちゃん、選ぶ。あ、かわいい。よし、撮影するぞ。表情。あ、違う。これは自分か。ポケモンに指示ってのがあるんだな。モッコはいつも通りだ。勇ましく。楽しく。あ、かわいい。寝たふり。いいね。混乱したふり。いや、違うね。くたびれた。かわいそう。なんか普通に座るのさ、間が面白くない？緊張してない？藤くん。緊張してるな。これ面白いな。じゃあ撮影始めるか。さあ、いきますよ。これで、モッコちゃんのいいタイミング。これでいいのかな？何してんの？ひどいトレーナー。はい、撮影終了しました。じゃあ写真見ていこっか。これが1枚目ね。まあ、オーソドックスな感じ。で、これは主従関係をしっかりね、体に刻み込んでですね。これもいいじゃないですか。で、これも、まあ、トレーナー資格だけど、イエーイ、ぶちのめしやったぜって感じですね。モッコちゃんかわいそう。で、これかわいいね。特訓のワンシーンみたいな。そしてこれは、ハッピーな感じの一枚。でさ、俺さ、モッコちゃんの後ろに立って、で、それを真ん中にしたいんだけど、これカメラをさ、引いたり寄ったり動かしたりみたいな、そういうのはできないっぽいんだよな。まあ、それは自分でトリミングしてくれって感じかな。で、最後これね。
お眠りシーン、これも可愛いね。まあなんだかんだ言ってね、こういうのがいいんですよね。いや満足です。いい思い出が作れた気がします。じゃあ行こっか。さてそれじゃあまずこれやろっか。グレンの湿地に行って妹のミオちゃんを探すと。さあやってきました、グレンの湿地。ここでガチグマさんにお願いして青い反応を探すらしいんだよ。どこだ。あ来た、青い反応。ミオちゃんだっけ。ミオちゃんどこだい。お兄ちゃんが探してるぞ。どこだ、あれ、あこっちの方だ。お近い近い近い。んどこだ、近いよな。上、この上ってこと。いや違う、あこの上っぽくない。ガッチャンいける、いけないか。この上っぽいな。そこの上登るには、あ、いけんの。あ、いける、すげえ、ガッチャン。どこだ、ミオちゃん、よーい、ミオちゃん、あれこれへんか。んこれ違うな、これ灯火でしょ。触れる、あれどこだ、え、そっち、そっちなの、あれこっちか。ん？あれ？君か。君だ、いた。探してたよ。人だ。会いたかった。キャンプへ戻る途中、ポケモンに襲われ、逃げたら迷っちゃって、あの帰り道はどっちですか？あっちだよ。なるほど、あっちですね。え？一人で？お前大丈夫かよ。ねえ、止めないよ、藤君。あ、間違えました。こっちですね。この子大丈夫？はい、銀河団本部に戻って、あやふみに報告しよう。あ、じゃあこれでいいのかな？オッケー、よかった。じゃあこれでサブ任務達成ですね。で、団員ランクも上げたいから、ポケモンを調査してくるわ。さて、一旦帰ります。まあ、捕まえた数はそんな多くないんだけども、戦った数は、まあまああったかな。1746円。どうだろう。団員ランクはそん、あー、全然だね。え？16タスク達成しても200なんだ。わあ、結構かかるな。まあ、とりあえず報告しよっか。帰ってきてんじゃん、ミオちゃん。はん、そっか。落とし物を捜索してたのに、自分が捜索されるとは。それにしても、調査隊って優秀なんですね。ミオが無事に帰ってきたよ。俺が見つけたんだよ。君に頼んでよかった。噂にたがわぬ、すごいやつだ。警備隊の新人なんだよ、ミオは。落ち着きをない性格も相まって心配で。よかったらこれからも目をかけてやってくれないか。兄さん、恥ずかしいからやめてよ。今回はたまたまだって。そう言ってお前は昔から目を離すとすぐ。プチさん、私からもお礼をさせてください。探しに来てくれてありがとう。これさ、またミオちゃんさ、違うところでさ迷子になるんじゃない。そんな感じするわ。はい、迷子の警備隊湿地へ。違うとこも行くんだろうな。オッケー。じゃあサブ任務はこんなもんでいいか。じゃあメイン任務に入るためにも団員ランクを上げなきゃな。いやー、ほんとモッコちゃんは可愛いな。どの角度から見ても可愛いな。ちょっと話しかけてみよっか。モッコちゃん、起きて起きて。起きた。あー、可愛い。あー可愛い。でね、今こんな状況か。話しかけてる時に Y ボタンを押したらまた違うことができるらしいんだよ。 Y ボタン。お、頑張ろう、私頑張るわって。あー、可愛いね。はい、翌日です。あのあと頑張ってポケモン調査しまして、4つ星まで開けれるようになりました。ってことで行きましょうか。モコちゃんおいで。さあお願いします。承認する、ランクアップの手続きだ。オッケー、4つ星です。これで天眼の山麓に向かえるんだよね。さてそっちも行きましょうか。メイン任務の方のねストーリーも進めたいなと思ってるんで。はい、君の銀河団団員としてのランクは4つ星に上がった。メガトンボール、何それ。レベル50まで。うん、どんなボール。レシピ、何が必要なのかしら。ボングリの実、鉄のかけら、黒色玉石。なるほど、了解です。あ、すごい傷薬も作れるようになった。マルマインの調査だが、ある御人の協力を得る。命令する、まずは訓練場に向かい。あ、そういえば言ってたね、なんか関さん言ってたわ。訓練場でなんか新銃団の人がなんか手助けしてくれるって。じゃあ訓練場に向かうと思うんだけど、あっちか。その前にさ、サブ任務でさ、このおばあちゃんが言ってたのって、あれチュリネじゃない？三つ葉のポケモン。チュリネ。
これ。これが三つ葉だったはずよ。はい。渡してもいいかな？渡す。ほら、三つ葉じゃん。うんうん、立派な三つ葉だ。この子で間違いないよ。ご苦労者。葉をちょっとだけ分けてもらおうかね。さあ、これの報酬なんだろう。お、しのさん。調査隊の君、材料探しの調査はどう？この子です。え？ポケモン？ああ、見ちまったか。ただで快速に行かないね。死の薬の材料はこの子から分けてもらってるんだよ。ポケモンが材料？私、ポケモンが本当に怖いの。もう薬を作らない！まったくあんたって子は、未知は怖い、無知はもっと怖いってね。無知とは愚かなり、銀河団が調査隊立ててポケモンしようとするのは何のためか考えてごらん。そうかもしれないけど、いきなりは。確かに君だって頑張っているけど。この話どうオチがつくんだ？わかりました。私も頑張ってみます。お、頑張ってくれるって。まずはこのポケモンを知ることから始めます。チュリー、ほら可愛いべ。今はこんな感じで怖がっているけども、まあ心を開いていくんじゃないかな。はい、いい漢方薬とポフの実をもらいました。今後に期待ですね。さあ、そして訓練場にやってきました。あ、カイさんと、あ、こいつこいつ気になったやつだ。はい、カイさん、この人か。富士さん、隣にいらっしゃるのがキャプテンのぼりさん。ほう、今回、大乳羅のいるところまで案内してくださるんだよ。目怖っ。うん、今朝は失礼いたしました。失礼したっけ。私、キャプテンののぼりと申します。丸前に会うんでしたら大乳羅の力を借りるべきですね。あ、なるほど、ライドポケモンか、大乳羅。ただあなた様が大乳羅に認められるかどうか、こればかりは行ってみないと分かりません。まずは安全を期して天眼山に出発進行です。のぼりさんもあなたと似てるんで。どこが似てんの？どこら辺似てる？何が？彼もどこから来たのか分からない。しかも記憶を失ってる。あ、そうなの？あなたと共に行動すれば何か思い出すかもしれないでしょ。ほう、じゃあ君も未来からやってきたのか。今回もいろいろよろしく。頼りにしてる富士さん。まあ頑張ってみますか。じゃあ天眼の山麓向かいましょう。さあ、天眼の山麓、ここか。なるほど、上川の方か。あの大雪山とか朝日岳だ。でっかい山なんだよな。はい、じゃあ行ってみましょうか。山麓ベース。お、ここね、時空の裂け目があるんだよね、ここね。そっか、朝日岳の上にあるのか。天眼の山麓、朝日岳はね、登山する方も多いよね。うん、ラベンちゃん、どうだい。富士くん、天眼の山麓にようこそです。山といえば岩石。そう、岩タイプ、地面タイプのポケモンが多くいるんでしょう。なるほど、じゃあ水タイプ多く持ってきてもよかったな。そしてあちら、時空の裂け目の下に見えるのが天眼山です。あの辺り一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。なるほど。わあ、そう、気になるな。のぼりと一緒に山を登ると、なんか紛らわしいな。のぼりさんは？おのぼりさんいないな。あれ、君は誰？金剛団だ。トウチ。ガチグマの宝掘りはすごいぜ。なんたって宝掘りというぐらいいいものを見つけてくれるし、掘る場所で見つかるものも変わるし。まあ確かにな。まあ行ってみましょうか。あっちの方に多分おのぼりさんがいいのかな。で、こういうのも大事ですね。そう、ポケモンのね、モンスターボールがね、もうすぐなくなっちゃうんだよ。なんか遺跡あるね。なんだこれ、モアイみたいな。あ、なんか、あー、レントライドじゃん。ん？もちもちキノコ、美味しそう。調べる。いつ誰が作ったのかもわからないポケモン像。これピクシーじゃん。なんかかわいそうに。遺跡だったのにな。まあ、新しいポケモンがいたら捕まえていこうかなと思うんだけども、結構被ってるな。まあ、行っちゃっていいかな。降りましょう。おのぼりさんいるな。あ、それ欲しい。これかなり大事。フェザーボールめっちゃ好きだわ。これで作れると。じゃあ行ってみようか。洞窟キングのマルマインですが、私が記憶するマルマインとは少し様子が違っているようです。荒ぶってんだよ。ですが電撃を放つのは同じ。迂闊に近づくと危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれません。なるほど。じゃあここにいる地面タイプとか岩タイプのポケモンいっぱい捕まえたらいいんだな。富士君の体大丈夫か。雪かこれ。うん、まあ荒ぶるわ、イライラするわと
ポケモンもいろいろ大変です。ん？そう、大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは。誰？あ、君か、椿。真珠団キャプテンのぼり、それと銀河団の馬の馬も願ってこの野郎。大いなる洞窟キング、マルマイに会おうとは、なんと大それたことを。ほう。だが、この椿、心優しい男でね、会う資格があるかどうか、確かめてあげしましょう。お、バトルか？いいぞ。最大級の妨害を持ってしてね。バトルだろ？いやです。遠慮しろ、どっちも一緒だな。いやです椿はこう考えている。自分のこと名前で言うタイプね。はい。キングの荒ぶりとは神王様のご加護であると。おお、そういう解釈も生まれてくるか。だって力を増したんだろ。めでたきことではないか。キングをとことん荒ぶらせることで神王様に金剛団の正しさをお伝えせねばならないのだ。むしろこの椿、そのために生まれてきたと言っていい。ほう。だいたい山奥でマルマインが電気を放っていたところで銀河団には関係あるのですかと。おとなしく寿村に帰ることをお勧めするよ。では、え、帰んの？もう殴らせろ。お前の顔一発殴らせろ。荒ぶることのポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。本当やな。意見合うわ。藤様、どうなさいますか？行くぞ。進むんだ。あいつ絶対泣かす。道中は危険ですが、私のモットーは安全運転でございます。この人なんだ、なんか電車の車掌さん的雰囲気するような。安全運転とかさ、出発進行とかさ。富士様、大乳羅に会うためこちらの迷いの洞窟を抜けなければなりません。うん。洞窟に暮らすポケモンは暗闇が平気のゴルバットたち。暗くなっておりますので足元にご注意くださいませ。なるほど、ゴルバットとかが多いわけだ。行きましょうか。入る。お、なんか雰囲気違うな。おかしいですね。洞窟を照らす松明がありません。もしや、あ、これがあいつの妨害か、クソガキですが、案じることありません。私、ルート把握はお手の物。おお、クレームでしょうが、悪天候でしょうが、正確に進行してみせるのです。うん。では、私についてください。ちょ、置いてかないでね。あれ、走れない、ここ。へえ。そしてなんか、藤くんの体に不思議な、こうなんか白いオーラがまとってるような。おぼろげですが、私には大事なパートナーがいた記憶がございます。ああ、なるほど。記憶喪失なんだもんな。多分この人、未来から来てるもんな。炎を使うポケモンだったようです。今いてくれれば、このような暗い道も照らし、いざなってくれたはず。もしかしてさ、こののぼりさんはさ、ポケモンのさ、ダイヤモンドパールとかにさ、出てきた人？しばらく停止いたします。お、右手に親分の黒バットが確認できました。通常時であれば、あつまの進行の妨げにはなりませんが、今は暗闇の中、安全を期するために、ルート変更を提案いたします。親切な言い方すんな。では、私に、ついてください。はーい。それは、私に似た男がいて、ポケモンの話は勝負していたような。これさ、ポケモンのシリーズ、よく知ってる人だったらさ、わかるんだろうな。うん、勝利するのが何より大好き。俺にはわかんないけど、迷いの洞窟、終着点まで、あとわずかです。助かるわ。記憶がなくても私の心の中、大事なものがたくさんあるようですね。めっちゃ喋ってくれんじゃん。すげえ無口ずらしてんのにね。めっちゃおしゃべりじゃん。こちらに到達すればほぼほぼ大丈夫でございます。あれは何？あ、松明だ、あの野郎。うん。他に通ろうとなさられる方がいたとき、暗いままでは危険でございます。松明を元に戻しておきますね。おお、優秀かよ。のぼりさんすげえ優秀。あ、ありがとう。富士様、すべての松明に火を灯しました。安全確認いたしましたが、問題ありません。出発しましょう。松明を道しるべとして進行すれば、こちらの洞窟の終着点に着きます。ほう、迷いの洞窟抜けて、先へ進むと、危ない山登り。さあ、行こっか。じゃあ、松明がある場所に向かっていけばいいと。結構近いな、そして。うん。怪しい様に乗っていいんでしょ？普通に行っちゃうよ。うん。スルスル。あれ全然余裕でしたけど、全然危険なんかなかった。いや、ありがとう、のぼりさん、すんげえ助かったわ。あそこか。ラベン博士にお聞きしましたよ。あなた様は空から落ちてきたと。そうだね。私は気づけば翡翠地方という聞いたこともない場所にいました。同じ
名前以外に記憶はなく、立ち尽くしてたところを真珠団に救われたのです。ただ自然とポケモンを手なずけることができましたので、キャプテンに任命されたのですが、この人も現代からやってきたからポケモンに対しての警戒心とかなかったんじゃない？うん。この世界で何をすべきなのでしょう。わかんねえよな、俺もわかんねえもん。無駄回しでしたね。では急ぐとしましょう。すげえ気持ちわかる、のぼりさん。まぶたはもう、さて、じゃああちらですね、のぼりと一緒に山を登る、行きましょう。